本当ですね、吉健とは何かというとですね、吉健さんですね、漫画ドラえもんがですね、吉健ポケットに入れて、富田くん、またわがまま言っちゃいけないよってポーンと炊き込めたとかですね、どこでドア出すでしょ。吉健ポケットはこうミコスキー軸なんですね、ミコスキー軸じゃなくてですね、軸からこうね、ドラえもんがこう持っていくわけですね。そうだ、ですね、吉健で、ドラえもんサンサンさんに聞いたらよくあるかもしれないけど、で、ミコスキー時期ですね、うん、ミコスキー時期というのは、ね、4次元で本当にあるんで、4次元があって本当にですね、エンマ様とかですね、ご先祖様に会ってからですね、あ、今週はちょっと悪くせないね、ちょっと反省せないけんな、今週はちょっといいだけ、ちょっといいとかごめんなさいって、うちのお母さんですね、ね、よう聞いたら、5次元ぐらいのね、5次元ぐらいに、5次元全人会いたらしいですね。お母さんはね、生前、天地教の真実知識を入れてですね、で、5次元ぐらいいたらしいですね。で、真実知識を入れて実行してはですね、匂いがけ、お助け、ひのきにやってですね、それでは働いてですね、5次元全人会来ましたね、5次元全人会ね、みんないい人ばかりで、ね、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう人ばかりらしいですね。うん、感謝する人ばかりらしいですね。うん、ね、お母さんも心理知識をね、入れて、講習まで行ってからですね、お、教会長なのかなと思った時にですね、老衰で出直しましたね。うん、お父さんも、向かい距離でそうなるかもしれないですね。うん、お母さん、ご次元で何が、うん、みんな善人ばかりでね、ありがとう、ありがとう、ありがとうって感謝するところにいるらしいですね。うん、お父さんも夫婦ごぼうなんかご次元ですかね。うん、お母さんも新日、天井の新日知識勉強しててですね、実行してましたね。はい、失礼します。